リアクチャンネル。え、はい、あの3回目となる鳥の市で、はい、お世話になった熊手を、奉納し、新たな熊手を購入しに来ました。購入ではない何お金払ってるのに。お金はまた別寄付だから。そっか、はい、じゃあ、はい、寄付をしに来ました、はい、基本的にはまあこう大きくねしていこうっていうやつなんで、あれ去年は上げたんだよね、グレードを。確か上げたような気がします。ちょっと上げて、でまあなんかチャンネルも順調に、はい、行ってるんで、今年もちょっと上げましょうか。まあ多分ね、大きさで金額が違うと思うから、これよりちょっと大きいの買えばいいんでしょ。あ、違う、寄付寄付して授かればいいわけでしょ。で、大体私が選んでるんで。そうね、今年はリムさん選ぶ。なんで？え、良くなかった去年。え、そんなことないよ。いや、なんか一番最初も私が選んだような気がするんだよね。あ、確かに。そうで、1回目、2回目私が選んでるから、なんかリムさんにも選ばせてやるような。ほら、ルミさんあんまりこだわりないからさ。あ、そう？そうそう、なんでもいいからさ。じゃあ、今年も基本的には私が可愛いなと思ったやつとか、はい、まあ、ビビッときたやつね、はい、ビビッときたやつ探しに行きたいと思います。はい、奥に広がって。撮影終わった方はこっちに進めて通路開けてください。じゃあ中入ります。通路止まってください。通路止まってください。通路止まってください。めっちゃ混んでるじゃん。11月16日、秋さんの誕生日の次の日でございます。今日はほら天気もいいから多いですね。そこにガイドを出したいね。出したい本当みんなで参拝してるときさ、だいたい私一番最後だもんね。そうね、私もまあまあ長い方だなと思う。お参拝をご覧になりましたら、はい、1000円、200円、200円あった。ニコイチ何があるの。開店前にヒロ君と共に参加しては、開店前にヒロ君と参加開店に広がって実際のところからご参加をお願いいたします。本日は大変ご自身の飛び場から目を離されないようご注意をお願いいたします。あ、はい、すみません。あ、タキさん、はい、かわいいよ。あ、めっちゃかわいいね、あれ。猫猫かわいい。幸せこいこいやってこいだって。じゃあ、これする？何その雑なのに。
もうちょっと考えようよ。18,000円。インパチ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 。流行ってるし、インパチ。確かに。あの、まあ、現状。これも、あ、これがそれと同じ2万円ですね。はい。インパチ、インパチ、インパチがいいね。猫ちゃんだし。しかも、めっちゃ可愛いし。これでしょ？めっちゃ可愛いじゃん。あ、そうですね。じゃあ、こちら、こちらで。これにしようか。はい。あ、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか、はい、です完璧です。だから見えやすいところがいい。どこでもあ、大丈夫ですか、大丈夫ですよ、大丈夫です。刺さるところがいい。こんな感じでどうですか。 ありがとうございます。できた、できた、できた。ルミヤキチャンネル様の今後ますますの商売繁盛、家内安全、よーっ、よ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 っ、商売繁盛、繁盛、繁盛、ありがとうございます。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 記念していただきました。商売繁盛。はい、ということで今年も無事、はい、熊手を、はい、大きいものに新調しました、はい、することができました、はい、前回よりちょっとだけね、はい、金額も上がり、はい、とても可愛い子猫ちゃんをお迎えして、はい、また、来年の堀の駅まで、はいはい、商売繁盛するように、はい、願っております、はいはい、ということで、今回は鳥の市にまた来ましたけれども、この動画が面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。